Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。 皆さんこんばんは、 The Rampage from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクです。ということで12月20日、本日も生放送でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はいはい、もう来週4日後ですね、はい、クリスマスイブということで、そうですよ、まあ、街も賑わってきて、クリスマスの予定も皆さん埋まってるんじゃないでしょうか。いやー、今アタック中のこととかもね、いるんじゃないですか、はい、そうですね。まあ、いいね。はい、いろいろメールもいただいてるみたいなんで、ちょっと行きましょうか。はい、うん。はい、群馬県ラジオネームおもちさんから。おもちさん。ジンくん、リクくんに質問ですが、子供の頃に欲しかったクリスマスプレゼントは何ですか？ということですけれども。僕いつもだからクリスマスプレゼントでお願いしてたのは、はいはい、サッカー関係のもんだね。おー、なるほど。スパイクとか、はいはいはい、サッカーボールとかお願いしてましたね。はいはいはい、おー、うん。俺なんだろうな。違う、何？ダンスシューズとかなんの？そういうことじゃない？まだダンスやってなかった頃の、あ、そうか、だから小学低学年の頃とかは、もうゲームとか欲しかったんですけど、うん、まあ、あ、うん、持ってたりしてたんで、一回トイストーリーのその人形をいただいた時は嬉しかったんですけど、いただいた、なんか、まあサンタさんから、うん、いつかは忘れたんですけど、なんか、オセロみたいなの来たんですよ。うん、いや、オセロかと思って。なんか、思ってたもんが全然違うかった時は、すごいサンタさんってあんまり見てくれてなかったんかなとか思ったんですけど、もうちょっとね、嬉しかったので。手紙とか書いてましたもん。ね、サンタに。もう一ついきますか。お、次はこちら。はい。広島県、ラジオネームキティさん。キティさん。ジン君、リク君のクリスマスプレゼントは枕元にあってほしい派ですか？それとも宝探しみたいに探したい派ですか？と。僕は枕元派でした。同じくですね。お母さんに、お母さん朝起こして、うん、うわ、来てた来てたって言ってたのは懐かしい。懐かしい。あの、ここに置いてっていう指定までしてた俺。うわ、マジで。そう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 。いいっすね、うん。はい、という感じで今日はちょっとクリスマススペシャル行きたいと思いますので、はい、皆さん一緒に、楽しんでいきましょう。はい、いきます。せーの。Weekend on the Rampage! Weekend the Rampage!なんか可愛いよ、クリスマスっぽい、うん、クリスマスイブ、それは恋人たちが愛を確かめ合う一日。そんな素敵な一日にもかかわらず、ふざけてんな、ナレーション。ツリーの下で一人佇む女がいた。彼女の名はいいですね、ジンコ。俺か。彼氏であるリクは残業でデートに遅刻している。あ、遅刻しちゃうけど。約束の時間から1時間が過ぎた頃、ジンコの前に汗だくのリクがやってくる。お、ジンコは悲しそうにつぶやく。もう来ないかと思った。ふざけてる。うつむく彼女にリクは優しく話しかける。遅れてごめんね。とびっきりのワイン用意したから、一緒に思い出作ろう。お送りした曲は先月リリースのセカンドアルバム The Riot から The Rampage from Exile Tribe で Starlight でした。クリスマス恋するリスナーの皆さん、僕からエールを届けます。パワー。Weekend The Rampage。 お相手は The Rampage from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクなんですけども、はい、あのパワーでその何説明してもらっていいかな。いや、じゃあ、エモい感じで来てたから、はいはいはい、クリスマスパワーを送ったんですよ。クリスマスのパワーだったの？もう周りの人の目見れへんぐらい滑ってっからやめて。マジで。もうね、ひんやりしますよ。ひんやりしてるよ。クリスマスの夜のようなね。いいですよ、本当に。やっていきましょうよ。テンション上げて。ということで、はい、番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルで、動画配信を行います、はい。スタジオの様子をスマホパソコンで楽しむことができます、うん。ジンとリクがもしかしたらサンタさんのコスプレしてるかもしれません。ということで、ネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。お願いしま す, お願いします。ということでメール読んでいきましょうか。ほいほいほい。はい、ここからちょっとメールたくさん読むので皆さんぜひあのどしどし送ってくださいね、うん。長崎県ラジオネームちよちさん。
2019年の締めくくりにお二人が2019年を漢字一文字で表すとしたら何にしますか。あ、2019年、はい、僕でもこれ以前その、はい、雑誌の取材を受けさせていただいた時に答えたのは、はい、僕全身の進進むっていう感じ、はい、かなと、はい、っていうのもこう、まあ、メンバーそれぞれ、まあ、俳優やってるメンバーだったりとか、うん、バラエティー、まあ、それこそジン君ねバラエティー出たりとか、はい、僕らもこうやってライブやだったりこう、はい、ウィーケンやらせていただいて個人でいろいろなねお仕事も、はい、やらせていただくように大きくなってきて、はい、音楽だったりパフォーマンスライブ以外のところからもねエンターテインメント発信できてるっていうそれが大きく躍進した1年だったかなというふうに思うので、うん、進むと、はいはいはい、でこれ続けていきたいなと思ってますやっぱり。なるほどね、はい、進むっていうのね、うん、はい、僕は、素顔とかの素すっていう字、まあ、字にしたらなんかこうぼんやりしてるかなと思ったんですけど、どっちかというとこう内容の方がなんか見えてて僕の中では、うん、なんかこう一人の人間というか男である自分とアーティストとしての自分のそこのなんかギャップがなるべくないようにじゃないですけど、僕はなんか素直な自分で素直な気持ちでいろんな人と接したり自分のやりたいことにまあディクさんみたいに進んだりとか、なんかそこが変にこう取り繕ったりするのは僕らしくないなっていうところで、今年1年は割と素直になんか自分らしくいけたかなっていう気持ちがあったので、そうですねは僕の中ではそうかなと思いますね。確かにメンバー全員でライブ以外に例えばなんかこう収録ものとかやらせてもらうときすごいなんかジンク楽しんでる感じがすごいあったね。確かに今年今まではさやっぱ土台作ったりとかリーダーとしてっていうのがあったからすごくちょっとこういい意味でこう緊張感を持ってやってた、それをねメンバーに伝えてたのもあったけど、今年確かになんかリラックスしてなんかジンクらしくっていうか楽しそうにやってるの印象的でしたね。よかったですね、はい、ありがとうございます。続きまして愛知県あやっぺさん。あやっぺさん、ジンさん、ネクさん、こんばんは。こんばんは。もうすぐ2019年が終わってしまいますが、2019年最後に食べるのはこれが食べたいってものありますか。私は一人暮らしをしているので実家に帰ってお母さんのご飯を食べようと思ってます、うん、いいっすね。なるほどね、年末から実家に帰って、うんうん、やっぱでもお肉とご飯で駆け込みたい感じはある な、ね、一番お腹いっぱいになったっていう気持ちで迎えたい気持ちはあるんで、ね、まあ、僕ら年末年越しライブありますから、はいはいはい、いろいろ調整はしないといけないですけど、うん、何もなかったら僕は一番お腹いっぱいになるやっぱお肉食べたいかな。僕もねお肉なんですけど、うん、ちょっとフィレ肉とかを赤ワインと一緒にマリアージュ楽しみたいなと、でそのワインもちょっとブドウとかブランドちょっとこだわって用意して、いい、ねね、ちょっと自前のグラスとかこう、はい、かき回しちゃって香りから楽しみながらやってみたいななんて思いますけどね。たまにのねご褒美みたいな感じでね。そう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 、はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いて茨城県リゼさんから。リゼさん、クリスマス関連で人参雑学聞きたいですと、うん、わちょっと少しずつ浸透してきてるんじゃないですか、ね、人参雑学。あ、ありがとうございます、うん、まあ、クリスマス雑学いろいろ僕も調べたんですけど、クリスマスね靴下にプレゼント入れるみたいなちょっとイメージあるじゃないですか、うん、あれってまあ諸説あるんですけど、こうある、まあ、貧しい家族がいてて、うん、で、貧しいの知ってる人がいたんですね、はい、で毎日その家を通るたんびに、ちょっと不憫に思ってた人が、うん、その家の中にお金を小銭を入れてたんですって。ほうほうほう。でそれがいつしかトンネルからこうサンタさんが来て靴下がの中にプレゼントが入ってるっていうように、うん、なんかこうストーリーが作られていったって言われてるんですよね。なんか素敵じゃないですか、ね、素敵ロマンチック、なんかそうい う, こう人のためにみたいなところからあるみたいなんですけどね。 あとなんかこういうツリーのボールあるじゃないですか、うん、はい、なんかキラキラのね、はい、あれってリンゴがモチーフになってたり。そうなんだ、はい、はい、じゃあリンゴの木があれなの、ツリー、そういうわけではなく、いやそういうわけではないんですけどねこの木は木ですから、違うかい、はい、とかとかとか、なんかツイッターで見てると、うん、マリリンさん、はい、どんどん成長するランピ、寂しいなんてコメント書いてる。寂しいとは思わなくていいんじゃないかなと個人的には思いますよ、はい、なぜならその、まあ、大きくなればなるほどね、うん、確かにライブで大きい会場やらせていただくとね、一番後ろの席だったりとちょっと距離で遠く、うん、それがね別に皆さんと僕らの心の距離ではないので、はい、いろんな角度から皆さんに応援する機会が多く作れるようになってきたっていう証拠だと思うので、うん、寂しいなと思う必要ないですよ、はい、安心してください。もうね、今回のキックオフミーティングだって結構皆さんと距離をギュッと、そういう意味でもやっぱりそういう場所もね僕らも作っていきたいなと、行かないといけないなというのも思うんで。そうなんです、はい、という感じでしょうか、うん、じゃあちょっとこの辺で一曲いきましょうか。いきましょうか。リキさんお願いします。一曲お送りします、はい、新曲です。 The Rampage from Exile Tribe The Full Metal Trigger。
送りした曲は来年1月15日リリースの新曲、新曲このおすすめなんですけども、まあ、僕ら の, あの進化したランページ の,、はい、あの覚悟、うん、詰まりに詰まってますので、うん、ぜひと、まあ、あのパフォーマンス振り付けからも感じれると思うので、うん、僕と一緒に楽しんでいただけたらなと思っております。ザランページ from Exile Tribe でフルメタルトリガーでした。 Feel the breeze with the pleasure of music Bay FM 78Weekend, The Rampage with Gene, Riku, The Rampage from Exile Tribe. さて、ここからはクリスマスが近いということで、こんな特別企画をお送りしましょう。題して、クリスマスソングレコメンドゥー。やあ皆さん、ディナーへようこそということで、いつもお世話になっているリスナーさんに向けて、僕らからディナーなんか音が急にガンだからちょっとなんか、ね、そういうちょっと MC やってみようかなるほど、ね。まあ、僕らからおすすめのクリスマスソングをご紹介したいなというコーナーですけど、うんうんうん、要するに僕らからの心のクリスマスプレゼント的な企画です。あ、これあのすみません高野さん、これエコー必要なとこですよ、ごめんなさい、はい、そうですね、あの、まあ、心のクリスマスプレゼント、まあ、言っても僕らあのアーティスト表現者ですから、はい、音楽でねこうねちょっと伝えていこうかななんてところですけれども、うん、ではまず僕からご紹介させていただきます。あなたにプレゼントするクリスマスソングはこちら、ザランページのリクオリジナル楽曲でございます。嘘です、 EXILE さんのあなたへ聞いてください。あなたに、いやー僕ね、はい、この曲すごく好きで、はい、あの僕らあの EXPG 出身じゃないですか、はい、で僕は東京校だったんですけども、あの楽曲振り付けクラスなんていうのが当時あったんですよ、うん、はい、で初めて EXILE さんの楽曲の振り付けを習うに行ってみようって思って行ったクラスでやった最初の曲がこのあなたへだったんですけども、思い出ですね、思い出の曲、そうそう、まあ、そんなあのちょっと僕ららしいというか、はい、年の思い出もありつつも、うん、なんか僕この曲のあのこの心はあなたをずっと待っていたって、うん、この心はずっとあなたを待っていたっていう言葉がすごく好きで、うんうん、もういつまで経ってもずっとあなただけのことを見ているよっていう、うんうん、だからあなたへってもうピンポイント、うん、抽象的な表現じゃなくて誰か単体にあなたへって言ってるんだなと思うと、うん、すごくこう爽やかで優しいメロディーとは裏腹にすごく熱い男らしいメッセージが詰まってるなと思うと、うん、かっこいいな、かっこいいですよね。いつか歌ってみたいなって思いますよ。確かに。うん。ジグもこの曲どうですか？好きですか？うん、やっぱり僕はこの楽曲が出た時はサポートダンサーとして出させていただいてたんで、うんうんうん、そのツアーに、ね、光景を覚えてるんです。楽曲とともにライブの光景を、うん、なんかあの、まあ、今でこそこうメンバーさんのこうなんですかね、お人柄とかも分かりますけど、うんうん、なんかこうしっかりと初志貫徹をなんですかね、やられてる皆さんが力強くこの楽曲をパフォーマンスしてるっていうギャップがやっぱりかっこいいなっていう、こう EXILE さんってやっぱりそういう人に思いを伝えるっていう部分では僕らがずっと目指してきてたんで、楽曲聴くといろいろ思い出しますね、うん、かっこいいなと思います、これ、はい、ということでメールも感想いただいてます、はい、ラジオネームマミさん、選曲激ヤバですと、少し早めのクリスマスプレゼントですが、これで来年のクリスマスまでマジで頑張れそうです、いただきました。聞いてる？聞いてるよ。はい、ということでお送りした曲は EXILE さんのあなたへでした、はい、ということで、うん、まあ、もう一個メールを言いましょうか、うん、クミさんから、クミさん、EXILE のあなたへはバラードなのに爽やかで一度聴いたら頭から離れませんよね、うん、とクリスマスぴったりの素敵な選曲ありがとうございます、ということです。こちらこそです、いただきました。じゃあ続いていきましょうか、うん、続いては僕ジンからあなたにプレゼントするクリスマスソング、こちらです。はい、ということでレコメンドさせていただいた楽曲はバックナンバーさんのクリスマスソングということで、まあ、知ってる方も多いと思いますし王道かなとも思ったんですけど、やっぱり好きなんでこれかけさせていただきました。この曲好き、はい、もう思い出というか、まあ、ドラマも僕見てたんですけど、同じくです、主題歌の、はい、なんかなんて言うんだろうな、いろんな物語が連想されるんで、うん、こういろんなこと言ってあなたへの思い、強い思いを僕の思いを言って、それでも長くなるから、そのなんて一言でまとめる、うん、好きだよみたいな感じのが、え、なんてなんて、いやいや、まあ、ね、君が好きだっていうね、フレーズ、実際その
なんていうの、この物語の本人はその本人の前で君が好きだっていうことだけ言うのか、それともやっぱり長くなるけどそっちを言っちゃうのかとかって、やっぱいろいろ僕これ聞いた時に感じたんですよ。自分だったらどうするかとか、なんか聞く人によってはそういう聞き方もできるし、なるほどね、なんかめちゃくちゃロマンチックやなって思って。人狼くんのリツって聞き方がかなりドープだね。めっちゃいいと思うで聞いてましたね。はい、はい、そうです。あ、感想ですね。あ、茨城県ののぞみさん、じんくん懐かしいです、何回聞いたことか、あー恋がしたい、バックナンバーさんの声もなんか切ないような切なくないようなエモいですよね、はい、っていう感想みたい。そうですよね、エモいですよね、やっぱりね。うん、続きまして、京都県ゆかさんですね、この曲懐かしい、少し切ない歌詞も含まれてるところが冬っぽくて素敵、はい、はい、あ、これあなたへに関していただきましたね。ちょっとまた大人なんですよね、そのサンタとエラに頼んでも仕方ないっていう感じが、ね、なんかこうすごいリアルな感情、なんかバックナンバーさん武士だよね、この表現って。そうそうそう、ここもいいですよね。いいね。いや、もう一回ドラマ見たくなってきたな、なんかね、俺も聞きながら、しかも音楽ってその時のことを思い出しますから、これだと去年ですかね。じゃあちょっと次回メンバー飲み会あったらカラオケで人格を練習してもらって歌おうかな歌っちゃうの。いやいやいや、ウキーで出えへん出えへん。はい、ということで、はい、お送りした曲は、はい、バックナンバーさんのクリスマスソングでした。以上、ジン・リクのクリスマスソングレコメンドでした。ウィークエンドThe Rampage。 ということで、ベイウェムからお送りしてきましたウィンケンド・ザ・ランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。はい、皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、動画で楽しむウィンケンド・ザ・ランページ見れる方は引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はいはい、ここでお知らせです。はい、セカンドアルバムザ・ライオットが絶賛発売中、そして来年1月15日にニューシングルフルメタルトリガーがリリースされます。そうなんです。そのシングルを引っ提げて2月5日からザ・ランページライブツアー 2020RMPG がスタートします。皆さんぜひぜひ全国行けますのでチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、メールまた読ませていただきたい。はい、はい、お願いします。鹿児島県ポッポッポハトポッポさんから。来た。今年やりたかったことでまだ達成できてないことはありますか。ない確か同じく、ないわ。ない。やった、今日ね、1年分のコンタクトも買ったし大丈夫もう大事大事大事、年末年始お店閉まってますから。そうなのよ、そうなのよ。それで言うとギリギリまでトレーニングはしたいなと思いますよね。間違いない。なんか休んだりするんで、ね、もうね、年始もギリギリまでトレーニングするから、そこ取りに行くから。はいはいはい、続きまして高知県、カノリオさん、はい、年越しそば食べる派ですか。私のようは年越しそばじゃなくて年越しラーメンを食べています。おお、かなりヘビーですね。まあ、ボディメイク的に言うと、年越しのラーメンかなり体にはダメージくると思いますんで、はい、胃袋に優しいそばの方がいいかなと思いますけども。なるほど、まあ、でも僕もあんまり麺類食べない人なんで。確かに、だから僕だけ家族でもなんかみんなそば食ってますけど、僕だけ天ぷらみたいな時ありましたからね。まあまあまあそんな感じでしょうか。切ない切ない。千葉県レッチさん、レッチさん、今年一番笑った出来事はありますか。これあと数十秒で考えるの難しいな。今年一番メンバーごとかな。そうだね、たっくんのこととか、まあ、翔平のこととか、話せないようなこともあるから結構ねギリギリのところ、ギリギリのねボーダーラインがね。たっくんのさ、画像の加工でさ、なんか頭ツルツルになってた写真をなんかできた時とかって、そうめちゃくちゃ笑いましたけど、ね、誰かと合成したやつね。はい、はい、な感じで、はい、この後動画パート僕らちょっとクリスマス仕様になってるんで、はい、皆さん見れる方は引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、ウィークエンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバイ、 バイバイ。皆さん良いクリスマスを。もしかしたらサンタこそしてるかもわからん。